Hello, this is WF. 上海の、はい、蔦屋書店さんの2号店ですね。上海の2号店、はい、上海の2号店オープンしまして、うん、遊びに行かさせていただきました、うんうん、早速オープン日が今年の11月12日かな。そうですよね。に、以前動画でも触れましたチェンタンタイグリの中の一番上ですよね、うんうんうん、新しいモールの一番上です、ね、はい、ルーフトップ気持ちいい。なんかね、いやすごい吹き抜けで光がコクッと差し込むね、光を取り入れたような、うんうん、ちょっとこう多くね光を取り入れる最高がいい感じの場所に2号店がオープンいたしまして、うん、中はでも聞くところによるとあれみたいですね、コロンビアサークルにある1号店より広い、うんうん、広いですよ ね、 2号店が確か3000平米弱って言ってましたから、ね、はい、1号店2000平米ぐらいだから意外にね、まあ、そこまで大きさの違い感じないけど 1.5 倍近くでかいのかな、うん、なんか1号店はクラシックな建物を利用した。そうですよね、はい、コロンビアサークル自体がその昔の建造物だから、はい、その感じが残っててね、歴史重視っていう感じで、こちらはアーバンというか、まあ、今の先進的な、モール自体がね、そうですね、まだプレオープン中ぐらいだから先進的なデザインを取り入れた感じで、うん、ただどちらもね、なんか狭い広いもなく、すごくいい特徴のある、ねね、空間を感じさせてくれるような。正直めっちゃ楽しかったですね。そうですね、本当に。で、売ってるものといえば、まあ、日本のものもかなりあって。ですね、うん、インポートものたくさんあって、はい、しかもなんか中国の蔦屋さん限定のものとかもね、作ってらっしゃるですね。これはなんか上海に限らないかどうかちょっと分かりませんけれども、うんうん、中国限定があるみたいですね。ガラス工芸作家さんの作品とかね、蔦屋用に作ったもの、うん、でも結構あのラインナップもあの金箔ものとか、うん、結構キラキラしてるものとか多くて、やっぱり中国用にバイイングされてるのかなっていうところも少し感じさせるところもあったり、ね、こうインパクトのある伝統工芸、うん、まあ、何せ本当本屋って感じじゃないですね、まあ、本もたくさんあるけどね、はい、雑貨は楽しかったですよね。音楽とかも空間含めてなんか東京に行ってる感じしましたよね。かなりしましたね。あの横では日本ブランドの資生堂さんかなんかの、あ、そうですね、はい、バウムバウムとちょっとあの読み方があれなんですけれども、うん、のポップアップもやられてて、木がコンセプトになってる、はい、瓶のね上かなんかが蓋が木になってたりとかして、うんうん、可愛かったですね。あれもちょうどいい お土産というかプレゼント、クリスマスとか、これからクリスマスになりますけれども、うんうんうん、クリスマスとかのプレゼントにもいいよ。ポップいいポップアップスペースだなって、絶対いい高級なポップアップスペースですね。ブランドのブランディングを守ってくれる感じがしますね、あそこの入れ物。逆に何でもはできないんでしょうね、はい、うん、いやそう思います。じっくり話して決めていくって感じかな、うん。1号店の方と2号店の違いはどうなんでしょう、お食事の面とかっていうのは。ああ1号店もなんかあれに、うん、2階から2階にバースペースあるじゃないですか、はい、バーとカフェか、はい、あるけど2号店もね、はい、飲食のコーナーあって僕らも食事させていただいちゃいましたね。ちょうどお昼にお邪魔したんで、ね、我慢できなかった。もうホットサンドとかね美味しかったですね。あれはペンネっていうんですかね、ジェノベーゼのペンネ的なもの、うんうんうん、美味しかった。あとちょっと行き過ぎてしまって、あのちょっとわっぱ飯みたいなのを食べてしまいましたね。あのとんかつの頼みすぎて試食を2人で3つ頼んじゃったからね。もういい空間すぎてお土産も買ってしまったし、もうコーヒーもね、はい、上海の主流の 薄めのアメリカンじゃなくてね、日式、うん、って書いてあった、書いてありましたね。ちょっと酸っぱいコーヒーも出してくれたりして、はい、本棚の間とかにもね、うん、座れるスペースがあって、うん、そこにコーヒーとかも置けるような、うん、丸い穴が置いてあったりとかして、うん、本当ね結構家近かったら通うんだろうなっていうぐらい良かったです ね、うん、そうですね。ちょっとね僕らの家からちょっとそうですよね、ちょっとチェンタンタイグリーなんで、うん、あの前の動画でもお伝えした通りプートンのちょっと方にあるのでね、うん、ガンガンはいけないけど、でもその分贅沢に空間を使ってあるっていうモールなんで、そうですね、行ったら行ったらすごく楽しいっていう感じですね。そのあのモールに行ったら、うん、蔦屋は絶対寄るだろうなっていう感じがしました。そうですね、これからまあ集客ももうすでに集客かなりされてて、いろんな方がいらっしゃいますけれども、たくさんいらっしゃって、今後もまだまだこれから集客が伸びるんじゃないかなっていうところで、そうね、どうでしょう、僕らもあのいい空間をね、あ、そうですね、使わせていただいて、それこそあのバームさんがやってたスペースとか、うん、他にも多分いろんなことできるでしょうけど、あそこでちょっと長期のロングポップアップみたいなのとかね、まあ、確かにうちのね、うん、ショールームのオリジナルのブランドだったり代理させていただいてる日本の雑貨とかアパレルブランド、はい、コンセプトをねきちんとやったら
やらせていただけたら楽しそう。ぜひぜひ、あの、伝え書店さん、何卒よろしくお願いいたします。